なんだってばよ、この霧。迷わないように慎重に進まねえといけねえな。姉ちゃん。あら、君はあの時の椿って姉ちゃんのことだよな。え、なぜ私の名前を知っているの？それだけじゃないってばよ。俺ってば姉ちゃんのこといろいろ聞いた。私のことを？姉ちゃんがずっと前からここら辺に住んでた一族の末裔だとか。あと、姉ちゃんの体は富士の。ほう、お前にしてはよく調べとるの。エロ仙人！私に何か用があるのですか？そういえば、エロ仙人ってば、なんで姉ちゃんのこと探してたんだってばよ。ふん、探すのは当然だろう。何せこの女性は、あの生贄の子、葵の実の母親なのだからの。なぜそのこと？あの子のことが気になったんでな。悪いと思ったが、わしの方でもいろいろと調べさせて。なんでだ？ん？なんでこんなとこでじっとしてんだってばよ！なんであの子を葵を追いかけてやんないんだってばよ！自分の子供が生贄になってんだぞ。もうすぐいなくなるかもしれねえんだぞ。それなのになんでこんなとこでじっとしてられんだよ。あの子は今も一人で。ナルト、そう興奮するな。彼女にも理由があった。理由？お前もさっき言いかけただろ。この椿は不治の病に侵されていると。椿の体はもう限界を迎えている。こうして動けているのが不思議なくらいだ。そんなに体が。葵を助けたい。それを誰よりも強く願っているのは親である椿だ。だが
体が言うことを聞かず、見ていることしかできなかった。そうなのだろう？の？葵はとてもいい子でした。父親がいなくてもいつも明るくて。村から離れて過ごすことにも何も不満を言わず、よく手伝いをして、よく笑ってくれました。でも、私が不治の病に侵されたと知った時から、急に様子がおかしくなりました。一日のほとんどを村で過ごすようになって、そして独り悟空の儀式、自分から生贄になると言い出したか。はい。なぜあの子がそんなことを考えたのか、私には。突然村に入り浸るようになった葵、これには理由があった。わしの調べでは、葵は生命樹と影法師の関係について村中から話を聞いて回っていたらしい。生命樹と影法師。そういえば生命樹とその周りの花がなくなったから影法師が活発になったって俺は聞いたってばよ。影法師って生命樹の周りに咲いていた花の香りが苦手だったんだよな。ふん、実はの、それにはまだ続きがある。どういうこと？先住の一族の末裔である椿は知っているとは思うが、影法師は再び生命樹の周りに花が咲くことを防ぐために、花が咲く大元である切り取られた生命樹を喰らったのだ。喰らったって、パクンと腹の中に入れたってこと？そうだ。その結果として影法師には天敵がいなくなり、なおかつ生命樹の持つ強力な力も手に入れることができたのだろう。そうだったのか。でもその話が葵とどう関係があるんですか？確かにそうだってばよ。影法師が生命樹を食べたってのは分かったけど、それのどこがあいつに関係あるんだよ。まあそう焦るな。重要なのはこれからだ。ナルト、お前生命樹の葉はどういう効果があるか聞いたことないか？え？そんなの知ってるってばよ。万病に効く薬なんだろ。そうだ、生命樹の葉は万病に効く。もちろん不治と呼ばれる病にもの。さてそこでわしは一つの仮説を立てた。もしこれが正しければ葵の行動も納得できる。どういうことだってばよ。万病に効く葉、それを持つ生命樹が影法師に飲み込まれているという情報、そして椿の体が病に侵されたと同時に影法師と生命樹のことを調べ始めた葵の行動、その二つをまとめて考えると、まさかもう分かっただろう。葵は生贄として影法師のもとに向かったわけではなく、影法師の中にある生命樹を目的に洞窟に入った、そういうことなのか、ベロ仙人？おそらくな。まああくまでわしの仮説だがの、そもそも影法師と生命樹とのつながりを示す確たる証拠はない。いや、多分
エロ仙人の言ったことは当たってるってばよ。どういうことだ、ナルト。これ、洞窟の中で影に襲われた時に落ちてたんだ。なんか今回のことに関係があるかもしれないって思ってさ。これは生命樹のカレーだ。ほう、それが生命樹か。しかし一目でわかるとはさすがだの。これって影法師が生命樹の力を使ってるってことだよね。ってことはやっぱり影法師と生命樹はつながってるっていうことじゃねえか。どうやら間違いなさそうだの。そんな、それじゃあ、あの子は。影法師の中には生命樹がある。そしてその葉を手に入れるため葵は洞窟に入った。そういうことだろうの。母ちゃんを助けるためにだよな。私は残りの時間をあの子と一緒に過ごしたかった。それが私に残された唯一の幸せだと思っていたから。だけど葵は分かってたんだ。母ちゃんといつまでも一緒にいることが本当の幸せだって。さて、おお、体が軽いってばよ。行ってこい、ナルト。そして必ずあの子を連れて戻ってこい。了解。ね、姉ちゃん。いかん、容体が悪化し始めたか。姉ちゃん。ナルト、お前は葵のもとへ急げ。ここはわしに任せておけ。わかった。頼んだぜ、エロ仙人。待って。これ。これは、ずっと私の一族に伝えられてきたもの。きっと、あの子。守ってくれるはず。わかったってばよ。これはあの子に届ける。絶対にな。あの子、葵をお願いします。お願いします。
やはり葵を連れ戻しに行くのか、木の葉の忍びを。ああ、止めよったってそうはいかねってばよ。いつかこのような日が来るとは思っていた。お前のような者が人見悟空の儀式を阻止しようとする者が現れる日が来るとな。思えばこの村は常に重い罪を背負っておった。生命樹を切り倒しただけでなく、影法師から村を守るために生贄を捧げ続けた。村の皆も薄々感じていたことじゃ。こんなものは本当の幸せとは呼べんとな。じいちゃん、わしは村長という立場を考えるとお前の行動を許すわけにはいかん。じゃが今のわしは村長ではなく一人の老人じゃ。お前が今からなそうとすることしっかり見せてもらおう。じいちゃん、ああしっかり見ててくれ。葵のことも影法師のことも全部解決してくるってばよ。